皆様こんにちは。ファイナンシャルプランナー監修、工場勤務の底辺脱出、貯金1000万円の日常です。今回の動画では、不要な株主優待を現金化する方法と、実際に売却して得られた金額をご紹介し、売却して得た金額と有料な株主優待を使って、実質負担ゼロで本当に欲しいものを手に入れた体験談をご紹介していきます。では株主優待生活の現実をご紹介します。まずはじめに、あまり知られていない株主優待生活の現実をご紹介します。株主優待をもらったとしても、使い勝手が悪かったり、そのお店までわざわざ行くのが面倒で、実はもらっていても使っていない株主優待も多く、株主優待を使うために時間を浪費するのは違うと思っているので、実は使わずに半分程度は売却しております。クオカードは株主優待としてよくもらえる優待品の一つなのですが、使い方に悩んでおり、売却をしてツイッターで発信をしたところ、このようなご意見をいただいたのですが、私は田舎に住んでおり、使える場所が少なく、クオカードですらコンビニ以外では街に出ないと使うことが難しく、コンビニに行ってわざわざ欲しくもないお菓子を買うのもどうかと思いますし、ドラッグストアの価格比較も企画しておりましたが、不可能で企画倒れになり、没になりました。大丸百貨店で 10% オフになる優待など、使えるものは使っておりますが、利用しないサービスや商品はヤフオクで売却し、今回はクオカードは金券ショップで売却をしました。そのような経緯があり、今回の動画では株主優待を上手に使う方法、株主優待を現金化するとどの程度の金額になるのか、株主優待券を売却したお金と利用価値のある株主優待を組み合わせて、自分の本当に欲しいものを買ってみたという企画になりました。まず株主優待を売却して現金に換える方法をご紹介します。一般人の株主優待の売却場所は大きく分けると2種類あります。一つ目は街中や駅にある金券ショップ。二つ目はヤフオク、メルカリなどのインターネット上のフリマサイトです。ケース1、金券ショップ。金券ショップでクオカードを売却すると、額面の 80% の金額になり、30秒もかからないうちに、速攻でその場で現金を手に入れることができます。今回はクオカード1500円分を売却し、1200円になりました。この方法はネットオークションとは異なり、写真撮影や商品説明文の作成、発送の手間やトラブル対応をせずに済み、手軽なのですが、手元に残る金額が8割なので、見入りは少なくなります。また、販売できる株主優待の種類も限られており、クオカード、図書カード、マクドナルドの優待券など、有名なものに限られます。ケース2、フリマサイト。これは実際に売却をした株主優待券の発送の様子なのですが、ヤフオクやメルカリなどのフリマサイト、アプリでの株主優待券売買は、手間はかかり、トラブルが発生する可能性もあって面倒なのですが、施設利用券から日用品まで様々な種類のものを売却でき、換金性が高く、株主優待の売却でも手元に残る金額が多い売却方法です。今回はスタジオアリスとオンワードの株主優待を売却し、オンワードの方は投げ売り状態になっていたので、残念ながら落札されませんでしたが、スタジオアリスは株主優待2枚を7800円で売却し、
送料と手数料を引いた6927円が手元に残りました。このように梱包が終わったら、重さを測って切手を貼ってポストに投函します。注意、利用価値の高い優待は売却しないこと。今回ご紹介したスタジオアリスのように、高値で売れるからといって何でもかんでも売却するのではなく、自分にとって利用価値の高い株主優待は、取捨選択をして利用します。三菱 UFJ ニコスギフトカードは、百貨店で使うことができることが多い金券で、ネットオークションや金券ショップでも高値の売却価格が期待できる優待です。私の場合は、神戸の街に出た時に、大丸百貨店にはよく行くので、大丸松坂屋で使うことができる J フロントリテイリングの 10% オフの優待券との相性が良く、売却価格は結構高いのですが、この2つの優待は絶対に売りません。これは一体どういうことなのか、具体例を解説します。今回の株主優待で購入したのは、大丸神戸店に売っている定価10,000円のオーガニックコットンの上品な色合いの毛布で、この11,000円の毛布を実質無料で購入してみました。実質11,000円を無料にする手順をざっくりとまとめるとこんな感じで、まずはじめに J フロントリテイリング3086の株主優待を使って 10% オフにして11,000円を9,900円にしました。9,900円に株主優待の売却金額が6,927円のスタジオアリスに、クオカード金券ショップ売却の1,200円の合計8,127円では届きません。そこで親戚名義と自分名義で2名義分持っているアサンテ6073三菱 UFJ ニコスギフトカード2,000円相当を追加して不足分を補い、株主優待を使って実質無料で11,000円の高級毛布を手に入れました。つまり大丸の株主優待と三菱 UFJ ニコスギフトカードを同時に使い、いらない株主優待を売却したお金を組み合わせて、欲しかった11,000円の毛布を実質無料にしたということです。実は株主優待で得たものはあぶく銭と思っており、節約を考えずに使うものと思っており、オーバースペックな大丸神戸店で自分の本当に欲しかったものをケチケチせず思い切ってあぶく銭と思って値段を気にせずに使います。YouTube 収益でコアラマットレスのベッド、マットレス、布団を春に新調し、そこに10代から20年くらい使っていた島村さんの豚の柄の毛布を敷くのは微妙すぎるので、30代女性の部屋とコアラマットレスに見合ったオーガニックコットンの上品なグレーの色合いの11,000円のシックな高級毛布を購入しました。これは配当金の方ではなく、一部の株主優待の利益だけでこれなので、いかに投資の凄さがわかると思います。日本株の評価額300から400万円の配当金を取り扱った動画はさらにすごく、高配当日本株で得た配当金の使い道、実質負担ゼロ、株主優待と配当金で買ったデパートと家にある服のコラボ、無難な冬服コーデをご紹介しておりますので、ご興味をお持ちの方はこちらの動画もご覧ください。いかがでしたか？これで株主優待生活の問題点を解消し、優待の売却で欲しいものを手に入れる方法のご紹介を終わらせていただきます。最後に、株主優待は意外と面倒？
最近大丸で使える株主優待以外は面倒で魅力を感じなくなってきました。その理由は株主優待は現金ではないので使い勝手が悪いことが多く、副業や仕事でとても忙しく時間があまりないのに、売却や使用など株主優待の管理で貴重な時間を浪費することに疑問を持ったからです。株主優待の売却にはこの動画のような手間がかかっており、結構めんどくさいのです。そういった理由で実は最近株主優待よりも高配当日本株に切り替えており、今後の動画では最近の株主優待が不利になってきている現実や、実際問題株主優待は得なのかどうかをご紹介しようと思います。もしよろしければ今後企画している株主優待の動画もぜひご視聴ください。本日はご視聴ありがとうございました。工場勤務をしながらの動画作成の励みになります。高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。